参ります。家庭用簡単そば打ちメーカー家そば、実際に使ってみます。まずはそば粉と小麦粉をこうやって入れましてね、粉を混ぜます。お好みの割合で、例えばね、2八そばでしたら、まあそば粉が8割とかね、小麦粉が2割とか、まあ10割がお好みの方はまあ10割でもいいですけどもね、小麦粉を若干こうね入れた方がまあつなぎがいいので、まあ打ちやすいという部分もあるということで、こうやって小麦粉を均一に混ぜた後、今度は水を入れます。水回しという作業です。この蓋の部分に水を注ぎまして、またハンドルを回しますと、ご覧ください、ポタポタと落ちてますでしょ。こうすることによって非常に水が、ね、均一に粉に混ざるということなんですね。で、老舗お蕎麦屋さんなんかではこの水回しの技術非常に難しいなんていうふうに言われてまして、水回し3年というふうに言われたりするそうなんです。大体素人の方がご家庭でこのね、そば打ち失敗するのはここで、粉がダマになってしまうとかですね、いうケースが多いそうなんですけども、このニュー家そばを使いますと、まあ、ご覧のようにですね、非常に均一にこの、水とそば粉が混ざるということなんですね。で、こうして、まあ、今作業途中で終わりますけれども、まあ、こうして、水回しをした後で、蓋を外しまして、これ中身の生地を取り出しまして、あとはこう少しだけ手でこねるという作業があります。で、あったとしましょう。そうするとこういう感じになります。はい、お餅の団子のような、まあ、こういう状態になるわけなんですね。今度はこの、生地をのすという作業になるわけです。別のちょっと今回は、特別に別の家そば用意しました。この状態からですね、形が変わります。ご覧ください。縦にしまして、こうやってプラスチックのパーツをくっつけました。今外してくっつけました。で、さらには別のパーツ、これはのし用のアタッチメントなんですが、これを取り付けます。そして、ハンドルもつけます。そうしますと、こうやって楕円状に先ほどの丸い餅を広げまして、で、このアタッチメントに通すわけですね。こののし用のアタッチメントを通しますと、まあ、ご覧のように結構こう薄くなっていくわけなんですね。で、打ち粉をつけながらこの工程を何回か繰り返すというと、こういう状態になるわけなんですね。で、これをさらに切るところまでこの、家そばはできます。アタッチメントを付け替えます。今度は切る用のアタッチメントにしました。実はこのアタッチメントはね、優れものでしてね、そばだけじゃなくてうどんも、あ、もちろんその太さは若干細めですけども、うどんもできるということなんですね。先ほどの長く伸びましたこの生地を、はい、どうぞ、切り用のアタッチメントに入れてみます。はい、出てまいりましたね。まあ、百聞は一見にしかずとは言いますが、本当にこの美しい出来栄えを皆さんにご覧いただきたかったんですね。この細い部分、太い部分がもう全くありません。非常に均一な、綺麗な形のお蕎麦が完成するということなんですね。ご覧のように、もう誰にでも簡単にお蕎麦を打つことができるというこのニュー家蕎麦、ぜひとも年末年始、特にですね、年越しそばにお役立てください。